皆さん、こんにちは。今回は陸上界で注目を集めている若手選手、ドルーリー・シェリ選手についてお話しします。彼女が日本選手権 1500m で見せた素晴らしい走りと、その反響について詳しく見ていきましょう。2024年6月27日、新潟県のデンカビックスワンスタジアムで開催された日本陸上競技選手権大会。この大会はパリオリンピックの代表選考を兼ねており、多くの注目が集まっています。その中で特に話題を呼んだのが、女子 1500m に出場したドルーリー・シェリ選手の活躍でした。ドルーリー選手は岡山県の津山高校に通う2年生、わずか16歳にして日本陸上界の未来を担う期待の星として注目を集めています。今回の日本選手権は彼女にとって初出場となりましたが、その実力を遺憾なく発揮し、見事に決勝進出を果たしたのです。予選一組に登場したドルーリー選手は4分16秒69という好タイムでロヒに入り、決勝進出を決めました。この記録は彼女の自己ベストに迫る素晴らしいものでした。レース後、ドルーリー選手は予選からしっかり6番以内に気持ちよく入ることを目標にしていた。しっかり決勝に残れてよかった。調子が良いので明日につながる走りができたかなと思う、と充実した表情で語っています。この快挙に SNS 上では多くの反響が寄せられました。 X では、16歳とは思えない落ち着いた走りだった、将来が楽しみな選手だ、といった称賛の声が多く見られました。またインスタグラムでも、ドルーリー選手の走りに感動した、日本陸上界の未来は明るい、といったコメントが寄せられています。ヤフーニュースの記事へのコメント欄では、高校生でこの実力はすごい、オリンピックでの活躍が楽しみ、といった期待の声が多く見られました。一方で、まだ若いので無理をさせないでほしい、長い目で育ててほしい、といった慎重な意見も見られ、若手選手の育成に対する関心の高さがうかがえます。ドルーリー選手の活躍は単に競技成績だけでなく、彼女の人間性にも注目が集まっています。昨年、彼女は盗撮被害に遭い、一時期は大会出場を控えるなど苦しい時期を経験しました。しかし、その経験を乗り越え、今回の日本選手権で素晴らしい走りを見せたことで、多くの人々に勇気と希望を与えています。さて、ドルーリー選手の競技面での活躍に話を戻しましょう。今回の日本選手権では彼女にとって大きな挑戦が待っています。決勝では日本記録保持者である田中希実選手との対決が実現するのです。田中選手はすでに世界の舞台で活躍している実力者です。ドルーリー選手にとっては憧れの選手との直接対決となります。この対決について、ドルーリー選手は自分の走りに集中したいとコメントしています。若手の挑戦者と実力者との対決、多くのファンがこの一戦に注目しています。 SNS 上でもこの対決を楽しみにする声が多く寄せられています。ベテランと新星の対決、楽しみ、世代交代の瞬間を見られるかも、といったコメントが見られる一方で、まだ若いドルーリー選手に過度なプレッシャーをかけないでほしい、といった意見も見られます。ドルーリー選手の活躍は陸上競技の魅力を多くの人々に伝える役割も果たしています。彼女の SNS 活用術も注目を集めており、インスタグラムのフォロワー数は 3.3 万人を超えています。16歳という若さでこれだけの支持を集めていることは驚異的です。彼女の SNS での発信は陸上競技の魅力を若い世代に伝える重要な役割を果たしています。練習風景や大会での様子、日常生活の一コマなど、ファンとの距離感を近く保ちながら競技への情熱を伝えています。このような取り組みは陸上競技の普及や若手選手の育成にも大きな影響を与えています。 SNS 上では、ドルーリー選手の投稿を見て陸上を始めたいと思った、彼女の頑張る姿に勇気をもらえる、といったコメントが多く見られます。若い世代からの支持が厚いことは陸上競技の未来にとって非常に重要な要素となっています。さて、ドルーリー選手の今後の展望についても触れておきましょう。今回の日本選手権での活躍は
彼女のキャリアにとって大きな一歩となりました。しかし彼女の目標はさらに高いところにあります。パリオリンピックでの活躍、そして将来的には世界選手権やオリンピックでのメダル獲得を目指しています。 SNS 上では彼女の将来性に期待する声が多く寄せられています。数年後には世界で戦える選手になっているはず、日本陸上界の救世主になる可能性を感じるといったコメントが見られます。一方で焦らず着実に成長してほしい、長期的な視点での育成が重要といった意見も多く、バランスの取れた育成の重要性が指摘されています。次にドルーリー選手自身の言葉を紹介しましょう。彼女は日本選手権後のインタビューで、まだまだ未熟ですが一歩一歩成長していきたいです、応援してくださる皆さんの期待に応えられるようこれからも頑張りますと語っています。この言葉には彼女の謙虚さと向上心が現れており、多くのファンの心を打っています。ドルーリー選手の活躍は日本の陸上界に新しい風を吹き込んでいますが、彼女だけでなくもう一人の注目選手がいます。それが久保凛選手です。久保選手もドルーリー選手と同じく高校生で、800m を得意種目としています。この二人の関係性と互いに対する発言が陸上ファンの間で大きな話題となっています。久保選手はドルーリー選手について、全然足元にも及ばない存在だったと語っています。この発言はドルーリー選手の圧倒的な実力を物語るものですが、同時に久保選手の謙虚さと向上心も感じさせます。一方ドルーリー選手も久保選手を意識しているようです。両選手は同学年ということもあり、互いに良きライバルとして切磋琢磨しています。ドルーリー選手は久保選手について直接的な発言は控えめですが、その存在を強く意識していることがうかがえます。この2人の関係性に SNS 上では多くの反響が寄せられています。2人とも素晴らしい選手、これからの日本陸上が楽しみ、ライバル関係が互いを高め合っているといった肯定的なコメントが多く見られます。また久保選手の謙虚な姿勢に感動した、ドルーリー選手の実力の高さがわかるといった声も上がっています。興味深いのは久保選手がドルーリー選手を憧れの選手として捉え、その走りを模倣しようとしていることです。インターハイでの久保選手の走りはドルーリー選手に少し近づけたと自己評価しており、その成長ぶりが注目を集めています。この2人の関係性は単なるライバル関係を超えて、互いに刺激し合い高め合う関係にあると言えるでしょう。 SNS 上では2人の切磋琢磨が日本陸上界全体のレベルアップにつながる、若手選手の模範となる関係性といった声が多く見られます。さらにこの2人に加えて、日本記録保持者の田中希実選手を含めた三つどもえの戦いが今後の日本陸上界を盛り上げると期待されています。田中選手はみんな対等なライバルと語り、若手選手たちとの競争を楽しみにしているようです。この3選手の関係性について SNS 上では、世代を超えた競争が日本陸上界を活性化させる、それぞれの個性が光る三つどもえの戦いが楽しみといったコメントが寄せられています。また田中選手の存在が若手選手たちの成長を加速させているという意見も多く見られます。2人の関係性は競技の枠を超えて、スポーツの持つ力や若者たちへの影響力を示す恒例となっています。互いを認め合い高め合う姿勢はスポーツ界全体にとっても重要なメッセージとなっているのです。今後ドルーリー選手と久保選手がどのような成長を遂げ、どのような関係性を築いていくのか、そして田中選手を含めた三つどもえの戦いがどのように展開していくのか、日本陸上界の未来を占う上で非常に興味深い展開となっています。彼女たちの活躍は単に競技成績だけでなく、若者たちへの影響力、スポーツの持つ力、そして人間的成長の面でも大きな意味を持っています。これからもドルーリー選手と久保選手の成長と活躍、そして2人の関係性の変化に注目が集まることでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。